おはようございます。ここは JR 東日本の茅ヶ崎駅です。今日は何するんだよ。何するのかしらねえ。本日は相模線という、茅ヶ崎と橋本を結ぶ路線に乗ろうと思います。この階段を下った先にホームがあるのね。そうです。この先に電車が止まっています。発車量はこんな感じ。昼間は1時間2、3本くらい来るんです。橋本行きね。朝と夕方にはたまに八王子行きがあります。というわけでこちら205系相模線。これがお世話になる路線ね。他の205系シリーズとはだいぶ違う顔ですが、これもちゃんと205系です。今までいくつも205系に乗ってきたよな。なんなら前回の動画でも205系に乗りましたよ。ああ、あれね。じゃあ乗っていきましょうかね。その前に茅ヶ崎駅の雰囲気を味わいましょうね。向こうのホームは東海道線のホームです。二つない?手前側は湘南ライナー運行時に使えるようになるらしいです。ここには1番線と2番線の看板があるわね。終着駅なので方向はどちらも同じです。そんなわけで乗り込みました。ドアの上に液晶とかはないのか?そういったものの類は205系シリーズには存在しません。また、この路線には自動放送もやはりついてないんです。その代わりドアの上になんかがあるな。非常用ドアコックですね。これは多分どこの車両にもあるんじゃないかな。そして押しボタン。これは使われているものなの?あれのせいで今は使われていません。それはちょっと残念ねー。いかにもスカスカそうな椅子だな。205系の椅子が好きって人もいるのではないでしょうか。スカスカそうな椅子に1時間か。座り心地は E231 系以上 E235 系以下くらいかもしれない。誰が乗ったことない人に伝わらないじゃない。なんだかんだまだ首都圏のローカル地区に205系は残っているので、もし機会があれば乗ってみてくださいな。そしてこちらが現在の車窓。ここからどんどん北上していきます。じゃあそろそろ行こうぜ。相模線ですが、総距離は 33.3 キロです。これをおよそ1時間弱ほどかけていくので、標定速度はおよそ34キロくらいですね。それって速い方なのか?どうなんだ?81.2 キロほどを2時間くらいかけていく京浜東北線と比べても遅いですね。まあだいぶ遅いものなのねー。倉見駅の手前まで来ました。すでにクソ緑だな。なおすでに茅ヶ崎市を出て寒川町です。あら、なんか鉄橋が見えてきたわね。東海道新幹線の線路ですね。悲しいことに新幹線から相模線を見下ろすのは位置と速度の都合上難しいですけどね。とにかく黙って聞いてみてください。なんだそのものいいわ。以上、相模線の素晴らしい BGM でした。これ毎駅で流れるものなのか。ほぼ全駅でこのメロディが流れます。いやー相模線ユーザーはこの音楽とともに、205系は最近ヘッドライトが白く光る LED のやつに変えられたのですが、ここに監視カメラも設置されています。お前みたいなやべえやつの聞こえも防げるな。あなたみたいなデストロイしまくりの悪魔の方が監視カメラ必須だと思うんですが、ひーごめんなさい。別アレンジ。海老名駅に到着しました。聞いたことはあるわね。相模線でも行き先になることはありますし、小田急線は快速急行停車の主要駅、相鉄線は今年 JR 線乗り入れが実現、東名道でも海老名サービスエリアがあるので、名前はだいぶ知られていると思います。そうなのね。ですがこの相模線海老名駅、他路線との乗り換えが遠いです。単線なのですがだいぶ飛ばします。でも遅いんだろ?そうそう。この路線、単線なのに毎時に、3本も来る珍しい路線で、朝ラッシュ時は5本くらい来ることもあります。それだけ行き違いの待ち時間もあるってことかしら。そういうことです。にしてももうだいぶ乗ったはずだけど相変わらず車窓は緑だな。あと10分くらいで橋本駅に着いてしまいます。もうこの路線も終わりなのね。じゃああとは終電まで乗るか。というわけで橋本駅です。これがさっきまで乗ってきた電車か。向こうに見た感じの車両があるわね。相模線を営業運転で走る車両は205系500番台のみのはずです。橋本駅だな。京王相模原線も通ってます。ここいらで飯食いましょうね。お、ここでやっと昼飯の時間か。一体何を食べるのかしらねー。せっかくだし大胆にバイキング食おうぜ。構内なんですが。ここがそのお店ね。麺どころって。またそばかよ。
僕はそんなそば中毒じゃない。お、カレーか。ハンバーグにカレーがかかってるのかしら。こちらコロッケカレーです。あのかしら。そばにコロッケが乗っかってるケースはよくあるし、うまいのですが、コロッケにカレーをかけたってのはあまり食べません。しかしこれもまた斬新で結構うまいです。おいしいなら良かったじゃない。お、時間電車に乗ったわね。横浜線を走る E233 系6000番台です。どこまで乗るんだ。ハーチーオージー。爆走してるわね。でも相変わらず緑だな。横浜よりはもう少し都会なんですけどね。でも住宅街ではあるわね。横浜線は10分間隔の都会的な路線だよ。もうすぐ八王子駅に到着しますけどね。もう終わりか。横浜線は橋本から東神奈川の区間もあります。そちらは快速の場合通過駅も存在します。快速があるのなんでしいわね。割と飛ばすのか。そこそこって感じですな。そんなわけで以上、相模線とついでに横浜線でした。相模線特有の BGM が特徴的だったわね。だいぶボロボロで、人差し指でこづくだけでもろとも崩壊しそうな見た目だったけどな。武蔵の車両はそんなボロくない。では今回はここまでにしましょうね。また見てくれよなぁ。まあねー。